輝く人、誠実で誇り高くて優しくて、その笑顔はまるで朝の日差しみたいに柔らかくきらめいて、善を愛し正義を信じる優しいあなた、争いを嫌っているのにひとたび剣を取れば誰より強い、輝く剣は世界のあらゆる横島なものを、悪なるものを跳ねのける。おとぎ話の王子様、現実に王子様はいない。探しても意味はない。現実はもっと冷ややかで厳しいのだから。私たちはそう言われながら育ってきた。親に、死に、もしくは世界そのものに。ほら、こんなにも冷たくて、こんなにも厳しい。世界を埋め尽くす色は黒。頑張ってもせいぜいが灰色。王子様も白馬もいない。眩しいくらいのおとぎ話なんて、どこにもありはしない。でも、私たちは知っていた。王子様はきっと、世界のどこかにいるということ。そう、私たちは知っていた。おとぎ話のような出来事は、世界のどこかに必ずあると。ええ、そう、私たちは知っている。輝きが、あなたが世界にあることを。あなたが、運命が、世界にあることを。時に離れ、時に触れ合って、いつか、ぴたりと寄り添って。世界の黒を引き裂きながら、青と白金をまとって、何より眩しい、光り輝く剣を手に。あなたは、ここに。来てくれる。フェイト、プロトタイプ。双銀のフラグメンツ。ドラマ CD。東京聖杯戦争。死者は蘇らない。亡くしたものは戻らない。いかな奇跡といえど、変革できるものは、今を生きるものに限られる。マッセに、今ひとたびの救済を。生徒の再現、王国の樹里、あだ波の彼方より、七つの首、十の王冠が現れる。罪深き者、汝の名は、敵対者。その荒ましは強欲。そのことほぎは冒涜となって吹きすさぶ。あまねく奇跡を礎に、ここに逆説をもって、失われた種の愛を証明せん。魔法陣の描画は完璧。見事なものだ、マナカ。そうかしら。簡単だわ。表紙抜けしてしまうくらい。どうせなら人格なんて存在しない守護者として召喚してしまえばよいのに。それでは聖堂教会及び魔術教会の定めたレギュレーションに違反する。レギュレーション、うん、何より抑止の守護者そのものを召喚する術など存在しない。お前の才能をもってしても不可能だ。
マナカ。そうなの。生遺物。最強の英霊を召喚するための触媒。我が左条家が根源の渦へと至るための、それが最後の鍵である。サヤなのね。剣士だからな。そう。お前がこれからマスターとして召喚する英霊は、セイバーの霊気を持つサーバントとして限界を果たす。始めるがいい、マナカ。はい、お父さん。降り立つ風には壁を、四方の門は閉じ、王冠より入れ、王国に至る三叉路は循環せよ。満たせ、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 満たせ。繰り返す都度にごろ。ただ、満たされる時を破却する。と、告げる。汝の身は我がもとに、我が命運は汝の剣に。聖杯の寄り辺に従い、この意、この断りに従うならば答えよ。誓いよ、ここに。我は常世すべての善となる者。我は常世すべての悪を敷く者。汝三代の言霊をまとう七天。抑止の愛は生き返る。天秤を守りてよ。素晴らしい。英霊がサーバントとして限界する。肉眼で目視できるほどの実体として、エーテルによる仮初めの肉体を伴って、私はセイバー騎士だ。とう、あなたが私のマスターか。はじめまして、セイバー。私はマナカ、左条マナカというの。左条マナカ。きっとあなたの願いを叶えてあげる。聖杯戦争、それは魔術師たちによる願いをかけた殺し合いだ。天使の改訂を得た7人の魔術師と7機のサーバント、かつて非業の死を迎えた英霊たち、神話や伝説で語られた英雄英傑、人類史に刻まれた彼らはサーバントという魂の器を得て、ひとたび現世によみがえる。そして斧がマスターである魔術師と共に一つの地に集い、人知を超えた苛烈な戦いを繰り広げ、最後の一騎となるまで殺し合う。魔術師、サーバント共に聖杯の力によって、斧が願望を叶えんがために、時に西暦1991年古き千年期、ミレニアムの終わりを目前に控えた約束された東の果ての地、この東京にて史上初の聖杯戦争が始まろうとしていた。